朝には怨霊の話を聞かせずに済むようになるぞ。心からそう願っております。引き返さねば。返さねば。朽ちた民家。無人だ。こっちではない。引き返さねば。引き返すか。引き返さねば。迷子の牛だ。人がおったようだ。死んだばかりだ。犯人は近いぞ。こっちへ行ったな。人を追い払うための仕掛けか。この調子なら気の済むまで森を独り占めできそうだ。ああ、今じゃ猛虎も避けるからな。
侍の立ちで首を切るのは気にせず、この地を乗っ取るためなら我慢しなきゃな。おのれら、どこだ。仁、勇気を持って敵を見据え。虚に乗ずるは臆病の印。お許しを、叔父上。これで落着だ。あの男に顛末を教えてやろう。まさか生きておいでとは。これからはこう語るがよい。かつて神の森を汚す悪しき族がいた。しかしその地を守る怨霊の怒りを買うことになり、坂井家の生き残りが怨霊の頼みを聞いた。そして森から族を一掃し、怨霊は成仏することができた。良き話です。怨霊が森を守るためあなたを導いたのでしょう。
に穏やかだ。かような地があるとは。おや、鎧を着ていらっしゃるので、てっきり神鹿様かと。ようこそお侍様。神鹿様とは？まさかご存じないのですか？名のあるお侍ですよ。会わせてくれ。そろそろ戻るか。じきに。ぜひ夕餉を共にされて、神鹿様の武勲をお聞きくださいませんか。いやいや、早うき戦であった。だが傷一つついていないぞ。ああ、お客人がいらっしゃるとは。よくぞ参られましたな。うん、礼を言う。他に生き延びた武士がおったのだな。とても激しい戦でしたね。浜は血を吸って赤く染まり、あれは思い出したくもない光景です。菰田におったのか。もちろん。あ、失礼よ。長旅でヘトヘトでして。さあ、湯へ案内させましょう。続きはその後で。さあ、お連れいたしましょう。神鹿殿とはどのようなお方だ？あの方がいらっしゃらなければ、今頃対馬は蒙古に乗っ取られてるって聞きました。太刀を携えてはおらんのか？武具は民に譲って大事な馬だけを残したとか。馬屋によりますよ。湯は後でよい。馬を見てまいる。馬具はよく見るものだ。これはダバだ。戦向きではない。この蔵は樋口殿のものだ。神鹿は武士ではない。口を割らせるか。神鹿はどこだ？先ほどお出かけになられましたよ。火球の用があるようで。探すか。
話がある。なぜ逃げる？止まれ！よせ！まだ間に合うぞ。殺したくはない。諦めろ。よし、一騎打ちを申し込む。この俺と。ああ、やるしかねえんだ。望みならば受けて立とう。降参だ。すまなかった。お前は何者だ。何者でもねえ。どこにでもいるただの百姓だ。お前は武士の名を語り、その名を汚した挙句、あの女衆を騙しておったのだぞ。分かってる。頼む。五将だから殺さないでくれ。集落には二度と戻らねえ。行け。次にその鎧姿を見かけたら容赦はないと思え。死で物め、女衆にも知らせねば。よし。酒井様、お戻りで。甚六は武士ではなかった。騙されておったのだ。ああ、聞いてしまったのですね。知っておったのか。害はなさそうですし、私らも退屈していたのでね。殺したのですか。生きておる。だが戻ることはなかろう。では戦に行ったとでも広めておきましょう。あいつがいなくても楽しくやっていきますよ。
けろ、タグ。勝負しろ。あの日を忘れることは決してない。俺が子供でなければ、弱く臆病でなければ、父上を守れた。お侍様、ここを通ってはなりません。武士と知っていながら俺を止めるのか。どういう了見だ。私の役目は神社を守ること。この戦が終わった後、神のご加護を再び求めて、民が詣でに来るときに
鳥居がなくては困るでしょ。今こそ加護がいる時だ。そうですが、社への道は険しく、私も一度参ろうとしたところ、途中で死にかけました。俺ならたどり着ける。木登りも崖登りも得意であったからな。もし社まで行けましたら、島のためお祈りしてご符をお持ち帰りください。身につければ御身をお守りくださるはずです。故郷のため役立てよう。助かった。対馬にある鳥居は全て神の社へと通じています。ご符もそこで得られることでしょう。石川先生は生きておう。おいでなのだろうか。
我が家を追い出された挙句の果てに猛虎に住み着かれてしまいました。これまでいくつもの家が奪われ焼かれてきたのを見た。この近くにある家も襲われました。家の主はこの地を離れようとはせず助けを求め続けています。そやつを探してみる。
し。さあ、さあ来い。アレクボチーチ。Hartgut, bitte! Hört! Jammer nicht im Harvo! Den Hartgut, mein! Jaufzutsch!
Гэхдээ болгоомжтой. Ахиад учрал өгтөл болгоно. Энд алга тэр яаж ингэв? カジンはせんぞ! エンダーさん! ヤグザドスンボクシグ! プッチクコイヨ! マジュー! It's time. But...
Arvo, marcha lá! Onde é que pode Goodbye.
ふぬけばかりか。ボスしゃ、ういっさ
いつか穏やかな旅に出ようか。Yeah!